どうもです。よろしくお願いします。なんとか TS 第1弾契約書ゲットできましたんで、開封したいと思います。のみさん、狙いたいと思います。あとですね、ショートの追加、イベント限定の選手も来ていますので、確認していきたいと思います。この動画は、阪神純正、無課金で阪神純正と覇を目指しております。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、行きましょう。はい、ってことでね、木曜日、今日、ショート追加されたんですけども、阪神から木浪選手が来てくれました。はい、能力の方なんですけども、中段度、去年のシリーズ2かなは、確か低弾道やったと思うんですけども、中弾道、ミートが66の C、パワー60の C、走力が71の B となっております。まあ打撃の方はね、良くてですね、結構ね、能力も高い方やと思うんですけども、2月のね、キャンプ僕見に行った時も打撃練習ね、すごい調子良さそうで、まあ今年はね、期待できるんじゃないかなとね、思ってました。まあ去年はね、オープン戦で、オープン戦新人最多安打22安打を打ってね、開幕スタメンで、まあ残念ながら2軍に降格することもありましたけども、8月に1軍昇格してからは好調で13試合連続安打もありました。まあ気になるのはね、この守備の方なんですけども、D53 ってことで、まあ、そこもね、そんなに高くはないですが、まあ、補給のね、28の F ってことで、まあ、ちょっとね、ショートを任すには、ちょっと厳しいのかなと思います。まあ、去年も、確かですね、エラー15で、去年のね、セリーグのショート最多やったと思うので、まあ、そこら辺はね、厳しくなるのは仕方ないと思うんですけども、ちょっとね、補給28ってのが、まあ、厳しいのかなと思います。特殊能力が超チャンスメーカー。これ変わってませんよね。で、ブルヒッターに固め打ち。まあ、成績の方なんですけども、打率2割6分2厘、本塁打4本、打点32と、まあ、去年ね、ルーキーやったんですけども、まあ、立派な数字やと思います。まあ、ショートはね、やはり阪神では、木浪選手、そして北条選手、まあ、上田海選手とね、まだやっぱ固定されてないってとこで、誰がレギュラーとなるのかってとこが注目されてたと思うんですけども、木浪選手ね、ぜひとも頑張ってもらいたいですし、ゲットできるならね、はい、欲しいところですね。はい、では次の選手見ていきましょう。はい、ってことでね、イベント限定の選手も来ていまして、対決カーニバルですね。そして阪神からはスアレス選手、S ランク見ていきましょうか。はい、ってことでね、阪神からスアレス選手来てくれました。ソフトバンクから阪神に来てくれまして、まあ去年の12月にね、阪神と契約合意してくれたんですけども、はい、能力が、9位72位の B、制球が56の D、スタミナが65の C となってまして、ここですよね。先発が S、中継ぎが S ってことで、まあ両方できるってことがこのスアレス選手の強みなのかなと思います。確かソフトバンクでも1年目が中継ぎ、で2年目以降が先発やったと思うんですけども、阪神でもね、もともとはね、中継ぎって噂やったんですけども、先発ローテ入るんじゃないかってね、開幕先発ローテ入るんじゃないかって言われてまして、まあどちらもできるってのがプロスピ的にもいいのではないかと思っております。そして変化球がスライダー、カーブ、フォーク、サークルチェンジ。フォークはね、結構落差あって、はい、で、ツーシーム持ってます。リアタイでもね、使えるんじゃないのかなと思っております。はい、で、特殊能力が超剛速球。これが、ストレートの初速と終速の差が小さくなる。なるほど。あ、で、奪三振、荒れ球。で、去年の成績がこんな感じとなっております。ちょっとね、苦戦したのかなって感じなんですけども、まあ、イベントでね、もらえる選手なので、必ずゲットしたいと思います。覚醒させて S ランクになったらリアタイでもね、使ってみたいと思います。はい、では次行きましょう。はい、ってことでね、ガチャが来てまして、これは福袋なんですけども、ゴールデンウィークスペシャル10連福袋ってことで、まあ、1回目がね、S ランク選手確定、3回目、5回目がね、自チーム確定ってことで、まあ、純正目指してる方、まあ、僕もそうなんですけども、まあ、そんな方にはね、とてもありがたいガチャなんですが、まあ、やるかどうかすごい悩んでまして、理由の一つ目が6月にエキサイティングがあるのと、まあ、この後もね、TS が来るって聞いてますので、まあ、ここでね、無理してガチャを、するべきなのか、エナジーを使うべきなのかどうかって悩んでおります。はい、ガチャをね、するかどうか悩んでる理由の二つ目が、ミキサーがもうすぐ来るんじゃないかと聞いております。去年の11月からプロスピを始めまして、S ランクの選手たっぷり貯めてきました。このね、ミキサーするために貯めてきたんですけども、ミキサーで自チームの選手狙えますので、無理してね、エナジーを使ってガチャをしなくてもいいんじゃないかと考えております。ただですね、残念ながら、今シーズンの S ランクは福留さんしかゲットできてませんので、まあそういった意味では福袋をやるのはまあありなのかなと思っております。ただ、まあさっきも言いましたけども、エナジー1250使いますので、まあ今後のことを考えると、まあちょっとね、じっくり考えていきたいなと思っております。他のね、YouTuber さんなり、Twitter でね、いろいろ情報を得まして、まあちょっとね、考えたいと思います。では、契約書開封していきたいと思います。お願いします。はい、TS 契約書の前に、確か、あ、これですね。S ランク確率 10% 契約書と 30% もあった気がする。
ん？あ、これですね。はい、これを先に開封させてください。はい、では行きましょう。さあ、お願い、Sランク来い。さあ、運試し、行くぞ。おっと、来たんちゃう？よっしゃ、来たよ、多分やけど。割れる？あ、こんかった？来た思ったのに。どうぞ。はい、じゃあ行きます。奇跡を起こします。ノーミさん狙って頑張ります。お願いします。マジでノーミさん、お願い、行くよ。お願い、ノーミさん、頼む。めっちゃ緊張する。誰が来る？マジでお願い。取れてるね。さあ、来て。やった！やってもた、来たー。やったー。やったー、奇跡。マジで、ノーミさん、マジでゲットしてもうた。やったー、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。うわー、ありがたし。うわー、感無量。なんて言っていいかわからん。バースさん以来のこの神引き。うわー、ありがとうございます。はい、ってことでね、のんさんゲットできました。ありがとうございました。皆さんはね、誰をゲットできましたか、コメントいただけたら、噛んだ。高評価、コメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。お疲れ様です。バイバイ。